マットの中に一人だけ桑田。例えば異物を検出する技術。アウトかいな。計り知れない技術を世界へ。マットの中に一人だけ桑田。例えば異物を検出する技術。アウトかいな。計り知れない技術を世界へ。石田。すごい楽しかったね。そうですね、こうなんていうんですか、手際よくと言いますかね、監督さんも気を使っていただいてね、すごくあれもう終わりなんだっていうそう、なんかどのぐらいの進行状況か分かんないというか、ずっとこうグリーンバック、ブルーバックなので、なんかこうすごい異世界な感じがあって、どういう仕上がりなのかなと思って、さっきちょっとラフのマジを見たんですけど、すごい面白くて、なんか CM のショーでも撮れたらいいなと思ってなんかすごい自分が想像してる以上にすごい面白かったので、また仕上がりが楽しみです。お父様の演技はいかがでした？僕だって別々だったので、そうですね、なかなかちゃんと見れてなかったんですけど、そのさっきの仮の状態のやつ見たんですけど、すごい面白くて、得意というか関西弁が取り入れられてたので、それもすごい反応が楽しみだなと思って、すごく楽しみです。じゃあ楽しんで今日は撮影されました？はい、すごい楽しかったです。ボールを持つと僕はやはり安心するんでしょうね。ボールがマウンド上ではもう本当に唯一の友達、仲間だったので、ボールにいろんなことを語りかけて戦ってきたので、今でも本当ボールを持つとすごく安心するんですよね。そういった意味ではちょっとボールを持ったシーンは少し自分の中では良かったんじゃないかなと思ってますけどね。ボールを持ってるシーンが自分の中ではすごくお気に入りだったので、ぜひ見ていただきたいなと思います。指導者としてね、野球に携わってるんですけど、指導者の大事なことっていうのはやっぱり寄り添うということなので、今日はちょっとマットに寄り添いながらメイクを受けてみたっていう感じですね、はい、ここまでというかメイクをしている姿っていうのがあんまり見たことないので、どんな感じになるのかなって想像がつかなかったんですけど、割とこう眉毛とかは結構しっくりきてて、最初、ね、メイクやった後にこう白く塗った状態だったので、今よりもっとなので、ちょっとこれは違うなと思って一回修正したんですけど、そのメイクさんと話し合いながらできたので、でもいい感じに仕上がったのかなと思うので、この CM のテーマにそういった感じになったのかなと思います。そういう意味ではもうこのまま球場に行って行かれても、いや、それはおかしいですそれ多分いいですよ、選手が言うこと聞かなくなっちゃうのでただ日焼け止めとかはこれからこう取り入れてもいいのかなと思いますね。こう選手も一緒に日焼け止めもそれも面倒くさいタイプだったからね、そう、だからそれをこうデイリーケアとして選手も一緒に、だんだんね、こうメンズ美容っていうのがこう発展してきているので、なんか少しでもそういう時代になっていけばいいかなと思ってます。もう皆さんご存知のように、僕はもうバリバリの体育会系なのでマットも運動神経良くてですね、本当に野球選手目指してほしいなと僕は思ってたんですけど、そこは皆さんこう大会系なのかなっていうところから全く違う芸術の世界といいますかね、はい、そこが一番かなと思いますね、はい、
結構なんか小さい頃から周りに期待されていたので、スポーツの面で。で僕もスポーツ大好きですし、例えば体育祭とかこうリレーの選手になるためにこう練習したりとか一緒に走ってくれたりとかして、なので結構自分も自信があったんですけど、やっぱりこう芸術の世界の方が惹かれた部分があって、まあ、今こうやってそれがお仕事になってるので、まあそうですね、結構期待をされてたのかなって思う。まあ、そういう意味では能力的にはもう結構似たものをお持ちっていう感じはされてました。そうですね、そうだったと思います。まあ、足も速いですね力もあったんで。今でもたまにマッサージしてくれるんですけど、この足は野球選手の足だみたいな、なんかアスリートのね、アスリートの足、そうアスリートの足ですね。すごいいつでも一番に助けてくれるので、パパとママにはすごい感謝していて、そうですね、友達とかも大切なんですけど、やっぱりこう家族が一番こう自分の支えになってくれて、いつでも応援してくれて、どんな時も味方でいてくれるの でこの間もその骨折した時もすぐにこう病院にお人に連絡してくれて、もう次の日にはちゃんとこうすぐに行ける検査をしっかりできる状態にしてくれてたので、すごくいつも支えてくれて感謝しています。あとは一緒に暮らしてるっていうのもあって、こう普段からこう悩みだったりとか、ここどうしたらいいかなっていうことをすぐに相談できる環境なので、そういう環境にもすごく感謝しています。まあ、僕はまあ父親としてこう人生っていうのはやっぱりいい時ばかりじゃない、まあ、逆に辛い時苦しい時の方が多いと思うんですね。でどんな状況になってもいつもこう一番の応援者でいたいなと思ってますんで、まあ今全然違う世界にいるのでね、時々マット大丈夫かっていうふうに聞く時はあるんですけどまあお互いもう成人した、ね、大人2人ですから、自分の信じた道をこうベスト尽くしてもらいたいなと思ってますんでね、まあいい時はみんな周りの方もよくしてくれると思うので、まあ、苦しい時ね、また状況が悪くなった時はまあ僕の出番かなと思って、まあどんな時もいい時も悪い時もこう一番の応援者でいたいなと思ってますね。そういう意味では逆にマットさんが支えになってるみたいなところなんかそんな時あるのかな。まあまあこう見えてもっていうの言い方悪いですけど、すごく負けず嫌いで頑張り屋さんなので、まあ僕も仕事でね、やっぱり勝負の世界で厳しい世界にいますので、気持ちが滅入る時もあるんですけど、まあマットが頑張ってる姿見て、ああまだまだ負けられないなってね、そういう時は結構ありますね。毎年小さい頃からハワイ行ったりグアム行ったりオーストラリア行ったりしていて、オーストラリアが多分割と多めに行ってるのかなって感じで、12月から1月中旬ぐらいまではいつも行ってるんですけど、今回はちょっと短めにオーストラリア、まあ、どうしても僕は現役時代は休めるのがその年末年始ぐらいしかなかったんですよね、ですから家族旅行もそこになってしまって、まあ、今もそのまま家族旅行に、まあ、期間は短くなってるんですけど、毎年行ってるっていうことかな。でそこでいつもあっちはずっと暑いので40度ぐらいあるので、で毎年行って、まあ、野球とかゴルフがやるんですけど、みんな僕はあまりこう参加できる部分がなくて、プールも日焼けしちゃうので、なので僕は5時以降に一緒に外に出てこうショッピングモール行ったりとか食事しに行ったりとか、そういうところで、まあ、現役時代は玉拾いも玉拾いにね、夕方になるとひょこっと現れてこうタオル巻いてね玉拾いはやってくれるんですよね。そうなんです、全然動かなくてあんまりこう家族が見てるこう素晴らしい景色を見れてない時があるんですよ。なんか知らない景色の写真とかがあって、あこういうところ行ったんだみたいな。まあ僕なんかもう朝方なので朝早くからゴルフ行って、
で昼には昼寝するんですけど、で昼寝から起きて、その頃に一緒に起きてきて、で僕はそこから夕方野球の練習行きますん で野球の練習の終わり頃に来て球拾いしてくれるとかね、とかこう思い出係としてこうビデオ撮ってみたいね。まあ、美容をねすごい頑張ってきたので、そうですね、大好きな音楽を来年はしっかり集中してやっていきたいなと思うので、まあ美容も続けながらいろんな方面でファンの方たちにいろんなこうエンターテインメントを提供できればいいかなと思ってます。自分で曲作ったりするので、それもしっかりやりながら歌も歌いつつ、なんかこういろんなことをしていきたいなって思ってます。僕はですね、まあ、指導者という立場で、まあ、選手をしっかり見分ける、何が必要なのか、この選手はどれぐらいできるのか、一軍に行けるのか、レギュラーを取れるのか、でまたチームが向いている方向はいい方向に向いているのかどうなのかっていう、そういう見分けるっていうのをテーマに、1年やっていきたいなと思ってます。まあ、当然チームとしては優勝という、ね、大きな目標がありますので、優勝ということと、そして一人でも多くの選手を、レギュラーといいますか、自立できる、一本立ちできる、そしてスーパースターになれるような、そういう選手を一人でも多く育てていきたいなと思ってます。素質のある方はいっぱいいらっしゃると思いますけども、いかがですか、はい、桑田さんから見て。そうですね、楽しみな選手がたくさんいますので、きっかけですよね。ちょっとしたきっかけですごい成長できると思いますので、そのきっかけとか気づきをこう与えていってあげたいと思ってます。この真剣な話をこの化粧でやるんですね選手が一番びっくりしたと思うので非公開にしといてください、この動画野球以外の話題がいいかもそうそう、やっぱり幹細胞、1個じゃないんですけど、いろんなブランドから幹細胞の、ヒト幹細胞の、商品が出てるので、その再生医療の発達がすごいなって、やっぱ今年思ったので、これからどんどんそれが進化していって、こう不老不死じゃないですけど、まあ、若返り、アンチエイジングとか、健康な状態で、見た目がこう若い状態のままこう年を取っていくみたいなのが、これからどんどんそれが主流になっていくのかなと思って、すごく楽しみで、で僕自身も今28になったんですけど、少しこうなんかここら辺ちょっと年取ったなとか感じる部分があって、そういうところがなんか少し改善されたりとかしていて、やっぱりこうその再生医療っていうんですかね、がすごく発達してるんだなと思って、効果をこう感じれる状態になったので、すごく来年も再来年もすごく新しいものが出てくると思うので、それが楽しみです。ちなみにお父様に勧めたりとかするものってあったりするんですか？いっぱいありますよ。ただどこからスタートすればいいかなと思って悩んでるんですけど、まあでも簡単なものがたくさんあるので、いろいろ紹介していきたいと思います。やっぱりゴルフに野球はこうすごい日焼けする場なので、少しこう日焼け止めを塗る習慣っていうのをつけれたらいいなと思ってます。まあ本当分野がね、世界が違うんですけど、すごくこう自分でこう道を切り開いていってるなっていう見方をしてますね、はい。まあどの世界でもやはりこうなんていうんですかね、飛び抜けるとか先頭に立つっていうのはやっぱ難しいと思うんですけど、まあ賛同してくれる人もいれば、やはり足を引っ張る人もたくさんいると思うんですね。でもそういうのをこう時々そういうのでくじけたりする時もあるよね、まあでもそういう時でもまた前を向いてね、頑張ろうとしてるところがやっぱりこうプロフェッショナルだなっていうところはありますね、はい。まあ、僕結構人を信じやすいタイプなので、なんかこう、いや気をつけなよっていうのを外行ったら
いろんな人がいるから、うん、なんか気をつけないということはやっぱりこう一緒にご飯してる時とかに連れてきてくれるので、そういう一言があるだけで全然違うので、うん、はい、すごく助かってます。小さい頃からその野球っていうのがもう常にある生活 で僕はどちらかというとさっき言ったように音楽とか絵を描くことだったりとかそういうことが好きだったので、なかなかこうしっかり会話をその野球の会話とかを自分からすることがなかったというか、なんか聞かれたことに対して答える、でも答えるのもあんまりこう野球の知識がないからなんかどう答えたらいいんだろうみたいな感じだったんですけど、今はこう同じ職業ではないけど人の前に出るっていう意味ではすごく共通点があるので、割と僕はなんか今のこの仕事に就いてから の会話の方がすごく楽しくて、自分の人生のためにもなるし、で僕の仕事はこう人に影響を与える仕事なので、そういった意味ではすごく先にやっていたことなので、なんかすごく先生みたいな感じで、うん、指導してくれるので僕はすごく助かってます。なんかパパがすごくくじけてる姿ってあんま見たことないので、で昔だともっと携帯とかない時代で何でもこう紙面になったりとか噂がこう一人歩きしてしまったりとか、なんかそういう時代を生きていたので、なんか僕はこう SNS とかが主流で直接こう傷つけられることってあんまりないんですけど、そういった意味ではなんかもっとこう目の前でいろんなことを見てきたと思うし、なんか傷のつけ方が違うというか、なのでそういうことを耐えてきたので、僕がなんかやられてることってすごくちっぽけなものだなと思ってこんなことでなんかくじけちゃいけないなと思えるし、なんか強く生きることができるので、すごくなんか家にいるときはそういう話したりして助けてもらってます。なんか飛び込んでみたみたいな感覚はなくて、たまたまやってることが世間からしたらなんかびっくりしちゃったことだったりとかして、あ、こういうフィードバックが来るんだみたいな、それから気づくっていう感じですかね。あ、自分はこういう世界に今いるんだっていうふうに気づくというか、なので最初の方芸能界入りたて、2,3 年ぐらいは結構バッシングたくさんあったので、そこからやっとこういろいろ耐えてきてお仕事が増えたっていう感じなので、僕は3年をあんまりこう忘れることがないというか、なのでその3年があるからこそ今頑張れてるので、すごくその時も支えてもらってるのですごく感謝してます、ね、やっぱり好きなことをが仕事にできるっていうのはすごく幸せなことだと思うので、その環境に入れることを感謝していろいろ挑戦してます。小さい頃から結構やっぱ挑戦することっていうのをすごく教えてくれたので、あとはお家とかでも小さい頃にじゃあみんなの前で演奏してみてっていう場をよくくれたので、その時は恥ずかしいっていうことがあったりとかしたんですけど、やっぱりそういうのが積み重ねが自分の経験になって、こう人の前に出る時にこう緊張とか恥ずかしさっていうのがだんだんなくなってきたので、なんかすごくそこも感謝しています。桑田さんはいかがですか、プロの世界に。僕は毎回不安と恐怖との戦いだったので、マウンドでですね、どんなに調子よくても不安と恐怖と戦っていかなければいけないというね、大人になってもまたいろんな世界へ足を踏み込んでいった時もやっぱ不安ですよね。でも不安はこう人間が前進するための大きなエネルギーだと思いますので、不安になってもいいと思ってまして、で不安にならなきゃいけないと思ってまして、不安だからこそ頑張ろうという感じでやっぱり前進する僕はエネルギーじゃないかなと思ってますね、はい。自分らしさですよね。やっぱり人と同じではないわけですからね、100人いれば100通りあっていいと思ってますので、自分らしく自分のペースでやっていくっていうのはすごく大事だと思ってますね、それが自分の中の軸かもわからないですね。
同じ言葉で結構ファンの方のサインに Be yourself って書いて自分らしくあなたらしく来てくださいっていうメッセージも自分を込めて発信してるので、やっぱりこの、まあ、僕のメイクって独特だと思うんですけど、でもその自分の好きっていうことを形にして、それを恥ずかしがらずに発信して、で少しでもなんかこう躊躇してる人とか本当はこうしたいのにできないっていう人の背中を押せる存在でいたいなと思ってるので、自分はやっぱ自分らしくしていないとそれは伝わらないと思うので、これからも自分らしく好きを貫いていきたいなと思ってます。自分はそもそも音楽家というかオーケストラに入りたかったっていうのがあったので、あんまりこう芸能界のことそんなに考えてなかったので、そうですね、音楽に携わった仕事ですから。黒さんいかがですか。僕はですね、何でしょうね、まあおそらくどうですかね、農家をやってるか、農家なんか作るのがおそらく育てるっていうのは好きだったと思うんですね。もしくは学者じゃないかなと思いますね。いろんなことをこう研究して解明していくっていうのが好きなので、どちらかの道に行ってるんじゃないかなと思ってます。この世界にやっぱいろんなルールとかがあるんですけど周りの人に固められずにこう自由に自分の好きっていうことに向き合って表現してほしいなと思います。やっぱり恐れとかたくさんあると思うんですけど、一度きりの人生なので自分らしく生きてほしいなと思います。僕はまあ一言で言いますと失敗の症例ですね。失敗したらダメじゃなくて、失敗してもいいんです。その経験を生かしていくっていうことが人生はすごく大事だと思ってますので、失敗を恐れずにいろんなことに挑戦して充実した楽しい人生を歩んでもらいたいなと思います。こんな前描くの初めて。初めて。でもすごい似合ってる。似合ってはないと思うよ頭は黒いけど、ここ茶色にするのもなんか新鮮じゃない？前に茶色くなるの。そうね。パフでやってもいいんだけど、うん、こうやってブラシでやると細かく毛穴の中にちゃんとこう粉が入る感じ、うん、やっぱあんまりテレビの時も化粧しないもんね、うん、そう。これからちょっとしてみようかないい感じ、うん、でも血色がよく見えて、うん、男の人でも最近ちゃんとこうリップ、恥ずかしいよねマサさん、マサさん入られます。マサさん、マサさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。素敵です恥ずかしい限り異物がなんか混入してたりとかした時のそれを見分ける機械なので、うん、まあ、マットさんとクワッツさんも、ね、同じ DNA の中で、はい、ちょっとだけ違うっていうところを選別するみたいな技術ですね。分かり知れない技術の世界って感じでですね、うん、マットさんとかあんまり動かずにその美しさを出したいなと思って、はい、ちょっと指の手のアクションもちょっとポーズが決めてた方が選別されてちょっと不思議があるっていうところで、ちょっとセリフ僕いくつかパターンやってもらえればいいかなと思ってますけど、はい、こうするなんねんっていう方たちなんでやねんはよく言いますね。あ、言いますか言いますか。それです、それです。じゃあ入ってきて、ここに入ってるっていう流れだと思う。ストンカーさんが、すごい、なんでやねんとか、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。手の形を、まあ、マックさんとなんかこう、やっぱり基本これで、でも目線はですね、カメラ向かない方がいいですね。向かない方がいいです。ちょっとじゃあこっち見てもいいですか。それでもいいですね。よーい、はい、1、2、3、
これをこのカットを全部増やしていくっていう。横の方が面白い。真っ白。今更言うのもなんだけど。手は大丈夫か、そのカーブになってる。一本指がマットさんで、二本指が桑田さんかなって。基本的に。基本的に。もうちょっとさっきと同じぐらいの感じだった。よーい。はい。1、2、3。上がった。顔はこうやってですね。いやいや、目だけ。目だけ。まぶたちょっとしても大丈夫。大丈夫。マットさん目だけ。はい。12、13、14、15、16、17、18。ちょっとこんな感じで。はい。そうですね。はい。僕は田舎芝居しかできないんで。いやいや、もう3秒取ってまた回転します。これを繰り返して正面に戻ってくるまでだと思います。はい、一分だって笑ってそんなシックスに言ってなかったんで、はい、OK です。ありがとうございます。なんでやねん。それ言ってみましょう。はい。はい。あと、アウト。なんでやねん。カット。恥ずかしいね、関西弁も。大丈夫ですか？そうです。アウト。アウト。バレた。自分の中ではバレたか、アウトかいな。関西人には受けるね。これでも十分笑わせてインパクトがある。バレた。いいですかね。はい、オッケー。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。